スパイダーマンノーウェイホームをね見に行ったよっていう話を本当はさっきというかまあ生でね聞いてない方はえ何のことって思うかもしれないですけど、シャープ18は生放送でお届けして、その流れで今19撮ってるんですけど、まあ、その18の冒頭で呪術廻戦見に行ったよって話をしたんですけど、それ見るまではスパイダーマン見に行ったよって話をしようと思ってて、でもそれぐらいもう僕の中でもう2022年映画ベスト出たんじゃないって思うぐらい超超良かったですね。ノーウェイホームは最高でしたね。本当に一番最初のサムライミ版スパイダーマンというか無印のやつ、2002年頃に1が公開されて、で、まあ2、3と3まであるやつと、あとその後にまた別スタジオでアメイジングスパイダーマンっていうやつがあって、まあ、それはアンドリュー・ガーフィールドが主演のやつで、でもそれは、2010年ぐらいにやってて、でもそれもまた別のスタジオでやっとってて、でそれが2までやって、でもそれもすごい面白かったんですけど、それもまたちょっと打ち切りというかみたいな形で制作止まっちゃって3作る前にめっちゃ匂わせで2終わったんですよ。この新しい敵が出てきてどうなるみたいな感じで、もう今後作られることはないみたいな感じですごいへこんでたんですけど、そのね吹き替えをね、敵役にデイン・デハーンっていうね役者がいるんですけど、それの吹き替えを石田明さんがやってて、当時ねすごいなんかそれを見て勉強したりしてましたねっていうのもあるんですけど、でもそれで、ホームカミングっていうそのマーベルヒーローに抜擢されたスパイダーマンが入ったトム・ホランドが主演のホームカミングが、まあ、皆さんご存知というか今一番やってる、まあ、ノーウェイホームもそうなんですけど、それが、まあ、今ノーウェイホームで3なんですけど、それが、まあ、1、2、3と2017ぐらいからやってるんですけど、まあ、本当にだからスパイダーマンシリーズってこう2002年の無印版からこう何回もこういろんなスタジオでやって、でも終わっちゃって、またやって終わっちゃって、で今やってってやるんですけど、その全3人のスパイダーマンが今作集合するよっていうのは事前に知ってたんですよ。で僕はスパイダーマンファンとしてどんな感じで集まるんだろうと思ってたんですけど、これがね本当に超本当もうネタバレになっちゃうから具体的なこと言えないですけど、超絶良かったとしか言いようがないぐらい、もうこれまで見てきたファンは本当に泣かない人は多分本当にいないぐらいの超最高でしたね。まあ僕マーベル作品自体はそんなに見たことなくて、まあ、全体の半分も見てないぐらいだと思うんですけど、それでもねスパイダーマンさえ見てればもう最高に感動できる、内容となってますし、まああとはその全くその前作アメイジングスパイダーマンとかサムライ版見たことないっていう方も、まあ一応そのホームカミングから見ていただきつつ、ちょこっとアベンジャーズ見てもらえればめちゃめちゃ内容理解できると思いますし、もうなんなら最悪もうこの作品だけでももうねアクションがね本当にもうね何2022年のアメリカの本気マジでってぐらいのもうねやっぱ予算の差もそうですけど、やっぱこのハリウッドの技術もそうだし、その息をもう感じましたね。全てを感じただし、もうねそのストーリー的にもいろいろ感動なところがあるっていうところで、もうこのままだと今週スパイダーマンラジオで終わっちゃうので、ぼちぼち締めていきたいと思うんですけども、まあ総括としても本当ねトム・ホランドちょっと一瞬脱ぐんですよ、上半身半裸。そのね肉体美がかっこよすぎて僕その日から筋トレ始めました。小林千明のブルーモノローグ。皆さんこんばんは、小林千明です。この番組は冒険のような日常も自由気ままな休日も僕が感じたモノローグのような心の内をあなたと共有していく番組です。というわけで本当にねスパイダーマン超面白かったっていう話をしたんですけど、まあでもこのね面白さを誰かに伝えたいと思って、まあ映画好きで有名な内山聖輝さんにちょっとお話しする機会あったんで、ノーウェイホーム見に行きましたって言ったら、いや行ってないって言って、あマーベル好きですか、いやそんなに、あっつって終わりました本当はねマンスリーテーマ読むからちょっとメールとかもちょっと感想とかねいっぱい来てるしっていう話だったんですけど、ちょっとスパイダーマン熱が
入ってしまってね、申し訳ないですけど、というわけで実況や、感想をハッシュタグブルログをつけてツイートしてください。それでは小林千秋のブルーモノローグ、最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノローグ。はい、改めましてこんばんは、小林千秋です。感想メールちょっとね読んでいきたいと思うんですけど、本当にね、あの生放送終わった直後だからなのもありますけども、超いっぱい送ってきてくれて本当にありがとうございます。いつもそんぐらい送っていただけるとすごく嬉しいけど、やっぱりね、その生放送の力というか、たくさんの人が聞いてくれて、たくさんの方がね、メール送ってくれるんだなっていうのを痛感しましたね。またやりたいですね。あとこの間最後の挨拶じゃない、これを感想メール最後来てたんで、これ読みましょうって言ってね、作家の岩月さんにもらったんですけど、感想メールですって書いてあるしね、赤文字で、これ感想メールですって、さぎりさんの生放送楽しかった読んだんですけど、これ最後の挨拶だった、すいませんそれだけです。いや全然ね、さぎりさんは全然嬉しがってると信じていますけど、じゃあちょっと感想を読んでいきたいと思います。ラジオネームエリさんからいただきました。こんばんは。こんばんは。千秋くん、ブルログ生放送おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどの七市でメールを送ってしまったものでさね、先ほどっていうとね、またあれですけど、先週のね18の時に七市で送っていただいた方がいたんですけど、それがエリさんだったんですね。生放送を聞きながら七市で送ってしまったことに気がつきました。メールを初めて送り、まさか読んでいただけるとは思っていなかったので、お風呂でパニックになったところです。お風呂で聞いてんの顔を洗ったりね、髪を洗いながら聞いてんだ。朗読劇のため、あ、そうね、朗読劇遠くから来てくれたみたい、新幹線でってね、大阪から向かい帰りの新幹線はずっと余韻に浸ってました。嬉しいですね。素敵な朗読劇デビューをありがとうございました。いや、こちらこそデビューにね選んでいただいて嬉しい限りですし、わざわざ大阪から来ていただいて本当に嬉しい限りですね。いや、大阪行きたいですね。一緒にね出演してた川西さんが確か大阪出身なのかな、とかなので、いずれね大阪行って、そう、仕事で行ってたこ焼き食べたいですね。ありがとうございます、エリさん。続きましてサムライダーさんからいただきました。ありがとうございます。千秋くん、生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。いつも耳心地良い時間をありがとうございます。本当ですか、ありがとうございます。生放送でもそれは変わらずとっても聞きやすかったです。あ、嬉しい限りですね。生放送ならではのツイッターアンケートをしたりしました。ツイートを拾ったりと30分があっという間でした。また気軽に生放送してください。ありがとうございます。そうですね、またね、いつもってわけじゃないですけど、年に1回とかね、わかんないけどね、ちょっと確約はできないですけど、どこかのタイミングでしたいと思いますし、またね、これをまた、これはもう収録なんで、聞いてくださってる方も、いや、先週ちょうど仕事だったんだよなとか、都合があってとか、いや、今週から聞き始めたけど、こうそういうのあったんだってね、方とかも全然いらっしゃると思うので、都合つかなくてって方がいると思うので、ぜひね、その方々も一緒にね、また生放送で一緒に楽しくね、やっていくためにも、またぜひやりたいと思うのでお待ちいただければなと思います。ありがとうございます。続きましてジョイ君からいただきました。ありがとうございます。千秋君こんばんは。こんばんは。初めてのブルログ生放送でもいつも通り落ち着いた千秋君の一人喋りに癒されました。ありがとうございます。男性も癒されてますね、嬉しいですね。実況ツイートを拾っていただけたり、ナットアンケートで盛り上がったりと、リアルタイム感があって楽しかったので、また何でもない日に気まぐれに生放送してほしいです。ゲリラ生放送、それはね多分困るから告知生放送になると思います。ありがとうございます。あと僕も納豆のタレは必ず先にかける派だったので、今後混ぜてからかけるのも試してみようと思います。そうですね、先週ねアンケート機能初めて使わせていただいて、ツイッターのそこで納豆かける派かけない派、それとも時々による派みたいなやったんですけど、僕は最初にもうかけちゃう派だったんですけど、それがね多くて、なのででもね、後からかけて混ぜてから、タレを絡めるのもちょっと試してみたいと思います。僕もジョイ君と一緒で、ありがとうございます。あとはじゃあスビコさんかな。千秋さん生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。この後すぐ収録ということで取り急ぎ初メールを打っております。もう取り急ぎ初メール打ってくださいますね取り急がなくていいのに、はい、ありがとうございます。
生放送を感じさせないスムーズな進行、とんでもない、良いです。千秋くんのことを押せて幸せを痛感しました。いやいや、とんでもない、大変なご時世ですがお体にお気をつけください。出演作全部楽しみにしてます。四角と、最後は文字化けで終わっております。初メールだからでしょうかね。この四角を何で送ったのかはご自身 の, あの送信履歴でちょっと確認してみてください。はい、ありがとうございます。心配していただいて、皆さんもね、ラジオはね、家にいても聞けますけれども、またね、外出する際とかはね、お気をつけください。映画のね、話もしましたけれども、なかなかね、行けないよって方もいると思うので、全然無理せず、楽しんでいただければなと思います。というわけで、今回はここら辺にしておきます。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。小林千明のブルーモノローグ。今回はこちらのコーナーをお送りします。マンスリーテーマ。はい、こちらのコーナーは僕がリスナーの皆さんに聞いてみたいことをテーマとして1ヶ月にわたってメールを募集したっぷりと紹介していくというコーナーです。今月はですね、今月というか、正しくは先月なんですけど、ラーメンの話というテーマで募集していまして、でも一応ね、前回の放送が生放送だったので、急遽そこはアンケート使いたいよということで、それをちょっと翌週に伸ばしたという形なので、今週2月ですがやらせていただいております。というわけで、メールなんかラーメンたくさん届いてるみたいです。前回生放送後にまだ間に合うよって言ったのをね、皮切りにブワーッと送っていただきました。ありがとうございます。まずはじゃあさくらさんからいただきました。ありがとうございます。千秋さん、こんばんは。こんばんは。ラーメンの話まだ間に合うってことでラジオ聞きながら送らせていただきます。すげえ片手間にありがとうございます。私はカップラーメンがとても好きで、今のブームはチキンラーメンです。ハマりすぎてめちゃくちゃ頻繁に食べてます。食べ過ぎは良くないなと思いながらずっと食べてます。千秋さんは好きなカップラーメンとか何かあったりしますか？よければお聞きしたいです。チキンラーメンね、美味しいですね。でもチキンラーメンってもう何味とかじゃないですもんね。チキンラーメンですもんね。あれ、何なんですかね。鶏ガラでっていうことですよね。ねえでもあんまり僕は食べないですね、チキンラーメン。なんかちっちゃいお菓子みたいなやつ食べたりしてましたよね、チキンラーメン。ビビースターみたいなやつ、はい、はありましたけど、僕のね、好きなカップラーメンはカップヌードルチリトマトが一番好きなんですけど、FF15 やってた頃は醤油味めちゃめちゃ食べてましたね。なんかコラボ、作品内コラボしてて、FF ファイナルファンタジーの世界観の中になぜかカップヌードル屋さんがあるんですよ。屋台みたいな感じで各地に、いろんな街に。でそこでなんか50ギルとかでカップラーメン買えるんですけど、なんかね、それを食べたり、それ食べると普通に回復するし、戦闘でも、あとなんか料理みたいなシステムがあるんですけど、そこでねカップラーメン作ったりとかあって、なんかすぐ影響されるんで、デスストランディングやってる時はモンスターばっか飲んでたしね。基本ゲームに侵食されてるんだ、僕の生活は。なので僕はでもその中でもその時は醤油でしたけど、チリトマトが一番好きですね。チキンラーメンもたまに食べたくなるね。続きまして、鹿野野さんからいただきました。ありがとうございます。小林さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。1月のテーマがラーメンということで送らせていただきます。小林さんはラーメンをお店で食べるときにトッピングなどはしますか？私は子供の頃は家族でラーメン屋さんに行った際はほぼ必ずと言っていいほどニンニクをこれでもかと入れて食べていたのですが、いつからか全くしなくなりました。最近は提供されたものをそのままいただいています。なので昔はこれ入れるのを好きだったけど今はこれなど、おすすめの食べ方がありましたらお聞きしたいです。これからもラジオ楽しみにしております。ありがとうございます。そうですね、僕も学生の頃はもうチャーシューとか煮卵とかもうのせのせののせ、全部のせの上にちょっとトッピングさらに追加みたいな、だからチャーシュー8枚とかで食べてた頃もありましたけど、僕はねやっぱり鹿野野さんじゃないけど基本的にはこのノーマルやつを頼んで、
なんか常連で行くところって今あんまりなくて、昔住んでたところではあったんですけど、今ちょっとその仕事先でいろんなところ行って、でそこの仕事先でちょっと名店とか美味しそうなところやってたら行くみたいな形なので、やっぱ初めて行ったらオーソドックスの食べたいじゃないですか。だからその普通なの食べること多いですけど、そのよく同じところ通ってた時はもう超家系こってり系で、僕横浜出身なんで横浜といえばまあ家系ラーメンということで、まあ家系ラーメンすごい好きで食べてたんですけど、その東京引っ越した後もそのいつも通ってたところはニンニクですよ、それこそを、まあ海苔の上にニンニクボッぶっかけて、でその上に麺を乗せて、でその上にまあちょっとスープをまぶして、まあ、海苔のちょっと濡れた海苔の上に麺と、ニンニクとスープを混ぜたやつを一緒に食うっていうのがめちゃめちゃ最高の贅沢でしたね、当時の。ありがとうございます。今はでもその食べ方してないのでね、まあ、あとはね、講習とかね、大人になるとね、このあと人と会うしな、会議とかだしな、デートだしな、でね食べたくなりますね。続きましてエルさんからいただきました。チタンダエルさんですね、ありがとうございます。小林さんこんばんは。こんばんは。生放送を聞きながら慌ててメールを入力しています。あ、丁寧ですね、ありがとうございます。私は福岡県民なので、周りのラーメン屋さんには豚骨ラーメンだけを出しているお店しかなく、そうだろうね、福岡といえばね、やっぱり、塩や醤油が選べるお店を見たことがありません。なんとなく気になったのですが、関東のラーメン屋さんではいろんな味が選べるのでしょうか、教えてください。そうですか、僕もね、でも福岡行ったことないんですよ、多分記憶が定かだったら、行ったことないんですけど、でもそれはねすごく耳にします。やっぱり豚骨ラーメンすごく美味しい。だからもうこの博多系豚骨ラーメン食べるんだったら、東京のどのお店行くよりももう福岡のそこら辺にあるひょろっとどこでも食べログとか全く気にせず、そこ入ったのが絶対に東京の一番美味しい、その博多豚骨ラーメンより美味しいって言い張るぐらいの美味しさらしくて、でもそれはね出身の人に聞くと、あ、そうだよっていうぐらい多分自信があるんでしょうけど、まあ、関東わかんないですか、僕も横浜と東京だけなんでわかんないですけど、あの横浜はねやっぱり家系がほとんどですね。家系ラーメンつって、あの豚骨ラーメンなんだけど、なんていうの、よりこの豚骨を煮に似たやつと、あと麺は必ず細麺が多いじゃないですか、豚骨博多は太麺でね、あとはもうチャーシューとかね、煮卵とかどこどこに乗せたすごく濃いやつが、まあ、家系なんですけど、横浜はね基本それで、まあ、関東、まあ、東京は本当にいろんなのありますよね、味噌醤油、それ以外のねなんか他の東北系のやつとかねもありますし、まあ、魚介もあるし、まあ、ラーメンとは言えないけどつけ麺とかもね、まあ、つけ麺屋さんの中でちょっとラーメンやってるとこもありますしね、なのでいろいろあります。なのでぜひ東京に来た際には豚骨ラーメン以外を食べてみるもよし、もしくはどれどれ東京の豚骨のお手前見させていただこうじゃないかいと食べていただくのも一興かもしれません。ありがとうございます。続きましてラジオネームみゆさんからいただきました。ありがとうございます。小林さんこんばんは。こんばんは。私が忘れられないラーメンは学校の近くにあったラーメン屋さんです。放課後に同級生と食べたり、テスト後にご褒美として食べたり、思い出補正もあり、今までで一番美味しいラーメンな気がします。小林さん学校帰りなのに食べた思い出の味はありますか。ありますね。まあ、言うて僕だから何回も言っちゃいますけど、横浜なので普通に帰り道とかにもう食べログで 3.8 とかのお店とか全然あるんですよ。まあ、なのでそこ行って行くと、でも学生だけほうれん草いくらでも無限おかわりみたいなのあって、ぶっちゃけほうれん草はそんなに好きじゃないですよ。でもやっぱりね、そのもう食べ盛りですから、もう無限ほうれん草で腹満たしてましたね、みちみちに。部活終わりとかに、まあですねとかはすごい美味しかったです。あ、さっきね補足するの忘れてたけど、その海苔の上になんだっけ、麺とニンニクだけって言ったけど、あのほうれん草が重要でした、忘れてたけど、ほうれん草と麺とニンニク、これ混ぜて食べるのがね至福よ、海苔の上にね。なんですけど、まあそうですね、それが思い出の味ですけども、いいですねこの放課後に同級生と食べれて、なんか少年漫画とかよく
ラーメン行きがちですもんね誰かと、そうそう、ナルトもね、そうですね、イルカ先生に連れてってもらってね、幸楽のラーメン食べれば、幸楽だっけあれ、違うか、一楽、幸楽はもう渡る世間ですもんね続きまして、カカオ豆さんからいただきました、ありがとうございます。ひらがなでカカオ豆ですね。千秋さん、こんばんは。こんばんは。ラーメンの食べ方で途中で噛み切る派と最後まですする派がいますが、千秋さんはどちら派ですか？ちなみに私は最後まですする派で、そしてどんなに熱くても絶対冷まさず5分から10分以内に食べきるって決めてます。あー、もうポリシーがあるんですね。まあ、確かにこの5分から10分以内に食べると、あのすごく出来たてのうちに食べれるっていうね、あるからね。まあ僕はでも噛み切る派する派、まあ基本的にはすすりますかね。でもすするといっても結構限度ありません？長いやつはもう噛み切らざるを得ないというか、口の中入らないし、ちょっとどんだけ伸ばしてもこれついてくるわっていうやつは噛み切っちゃいますけど、でも僕も基本的にはすするかもしれないですね。はい。まああとは冷まさず、まあ僕別に猫舌じゃないので冷ます必要は全然ないですけど、まあ10分以内に食べきれたら食べたいですよね。二郎系とかだとね、10分以内に食べきるってね、もはや難しい気もしますけれども、ありがとうございました。続きまして、あ、ユニコーンじゃん。はい、ありがとうございます。千秋くん、こんばんは。こんばんは。前回のブルログも楽しく聞かせていただきました。ラーメンの話ですが、私には食べてみたいラーメンがあります。え、それは静岡県にある生絞りレモンラーメン塩です。めちゃくちゃじゃん情報型よ。私の地元には様々なラーメンがありますが、レモンラーメンというものは初めて聞きました。そうね、僕も初めて聞きました。いつか旅行に行ける機会があったら食べてみたいです。千秋くんは食べてみたい地元以外のラーメンはありますか？教えてください。これからもブルログと千秋くん応援しています。ありがとうございます。あー、そうです。あ、今写真が来ました、失礼します。あ、めっちゃレモンじゃん。本当にあの生レモンサワーのレモンを4つぐらい器に乗せてるのね。すごい、こんなのあるんだ。静岡なんですね。なんか名産地とかなんですかね、レモンは。そういうわけじゃないのかな。ちょっと気になるところですけれども、静岡県民食べたことあるよって方はね、ぜひ送ってきていただきたいぐらいなんですけど、まあ地元以外のラーメンだと、まあやっぱり、まあ、一番大きく出るのはね、そのあれですよ、福岡のね、博多豚骨ラーメンですね。やっぱりね、食べたいなと思いますし、まああと僕味噌も結構好きなので、北海道とか行ったらね、味噌ラーメン食べたいなっていう気持ちはありますね。まあなのでちょっとどこかまたね行く機会があったら、そのご当地ラーメンもあったら食べてみたいなと思います。じゃあ、ラジオネームリッカさんからいただきました、ありがとうございます。千秋くん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今月のテーマがラーメンということで思い出したことがあります。私の父は無類の、ラーメン好きなので、小さい時に週4でラーメンを食べに行ってまして、すげえ。私の住んでいる地域では佐野ラーメンというあっさりとした醤油ラーメンが主流です。そのため近くのお店は佐野ラーメンばかりなので、昔たくさん食べたせいか今ではほとんど口にしません。逆にね。ちなみに私の好きなラーメンは濃い味噌ラーメンと担々麺。マジで佐野ラーメン愛がないまあね、散々それだけね食べればねっていうね。濃い味噌ラーメンと担々麺が好きです、ありがとうございます。担々麺ってラーメンなんですかね。まあギリギリか、カレーライスとハヤシライスみたいなもんですよね。名前は違うけどほぼ形態一緒やんみたいな感じかもしれないですけど、濃くないとダメなんですね。あと味噌ラーメンね、それはまあなんとなくわかるわ。でも佐野ラーメンっていうのがあるんですね。これも見たことないですけど、でもなんかザ普通のなんか見た目はね普通の醤油ラーメンで、なんか下の写真とかだとねナルトが乗ってたりとか。でもナルトってなんか乗ってるラーメン屋さんってあんまないかもしれないですね、その最近のねえ昔ながら。それこそね幸楽とかとか、あとフードコートとかね、そういう系の地元ラーメンが、だからなんかまあ佐野ラーメンがもう地元の味みたいな感じなのかもしれないですね、テイスト的には。でも多分このね立花さんのお父様は佐野ラーメンが好きだったのか、それとももう佐野ラーメン以外を口にしたことなくて
そっちに行ったらもう収録週7で行ってたのかちょっと気になりますよね。いやどうなんだろうな、佐野ラーメンが好きっていうねパターンだったらもうね、でも今も通ってるんですかねお父さんはね。週4はすごいね。俺一番食べてた時でも週2とかかもしれないな。すごいですね。はい、こんなところでしょうか。まあ、結構なラーメンエピソードをお届けできましたかね。いや僕もなんか自然とお腹いっぱいになってきましたもん。なんかなんですか、なんかねラーメンこんだけ読んだらなんかラーメンの口になるかなと思ったんですけど全然食べたくなんないですね。お腹いっぱいになっちゃった。エコだな。というわけでたくさんのメールありがとうございました。それでは、最後にですね次回のテーマ発表したいと思います。今月2月はですね犬というテーマで募集しようと思います。あのまあ何個か前のね冒頭で話したかもしれないですけど僕シベリアンハスキーめっちゃ飼いたくて、まあ飼わないんですけどまだね、まあなんですけどやっぱりねワンコすごい好きでね、やっぱりちょっと皆さん飼ってるワンコでもいいですし友達のワンコ見かけたワンコ、まあもしくは自分もこれ飼いたいよアニメでこれ出てたからこれ飼いたいよとかね、まあ犬にまつわるエピソードだったら何でも大丈夫ですので送ってください。以上マンスリーテーマのコーナーでした。お送りしてきました小林明のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先は blue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマでは犬を募集します。番組のホームページでも紹介していますのでぜひチェックしてください。この番組のリピート放送は毎週金曜日の朝9時からです。さらに YouTube の A&G チャンネルではアーカイブを配信しています。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますのでリピートとアーカイブで何度でも楽しんじゃってください。そしてリピートやアーカイブでお聞きいただいている皆さん、最速での放送は木曜21時からとなっております。ぜひリアルタイムでも聞いてみてくださいね。またね生放送とかやるかもしれないですからぜひねこの時間帯覚えていただければなと思います。聞き方もねほんとすごい簡単なので多分公式ツイッターとかにもね載せてると思うのでぜひすぐ聞けるので試してみてください。そして番組の公式ツイッターもねさっき言った通りありますのでぜひフォローお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。ツイートするときはこれをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。じゃあ最後に僕からのお知らせさせていただきたいと思います。テレビアニメ転生賢者の異世界ライフ第二の職業を得て世界最強になりましたに、主人公のユージ役で出演させていただきます。群青のファンファーレには牧光太役で出演させていただきます。そして友達ゲームでは主人公片桐雄一役で出演させていただきます。というわけで、ぜひぜひこちらのね作品たちもまあぼちぼちね放送するやつもまあぼちぼちというか、まあ、2ヶ月後ぐらいですけどあるのでぜひチェックしていただければなと思います。まあ前回ねまあ放送生放送させていただけてもうね立て続けにやらせていただいてやっぱりね生はすごい楽しいですけどこのね収録は収録ですごいなんかこうのせわしなくならないというかその感想とかを読む感じがない分一個一個のメールに対してすごいいろいろ考えつついろいろ話できるなっていうなんか生やった後に収録やるとこの収録の良さもわかるというかなんかね二度おいしい感覚を味わえた一日でございました。皆さんもね本当に風邪というかねコロナには気をつけて季節の変わり目ですし、気をつけていただいて、まあ、またね引き続きラジオを聞いていただければなと思います。では最後は今夜の挨拶でお別れです。ラジオネームバーナナさんからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。ラーメンの力ってすげー。